なんとしても泉田本田としては守らなければなりません。先月1月16日の試合では防衛戦に成功している本田泉田組、泉田がいった、ドラゴンスクリュー、膝から落ちました。早草、さあ泉田が本田にタッチです。本田タモンが出てまいりました。さあ挟んでいった、もんのり打って本田タモンがリングの下、チャンピオンの本田がリングの下です。新崎が伺う、ここは見ていました。しかし早草がいった、早草が見せました。動きが止まっている本田タモン、本田泉田組が前日の第64代アジアタッグチャンピオンです。前日のベルトを取りに来た人生早草組、さあ早草がトップコーナーに登った、ファイヤーバードスプラッシュ、火の鳥になった早草、カウント2、なんとか泉田がカットに入りました。さあ波に乗るか早草、人生が泉田をカット、さあセカンドロープ、トップロープの上、タモンズパワード固めた、ここは人生カット。先月の戦いではこの新崎人生、本田タモンの必要なヘッドバットで流血、血だるまになりました。今日はリベンジマッチ、目には目をであります。泉田が早草を対角線ニュートラルコーナーに振ってラリアット、そして逆サイドハイキック、串刺し式、泉田には前日のプライドがあります、王者のプライドがある。ハイキックで応戦早草、さあ先ほど見せたドラゴン、あっと円陣にかわした、 STF がっちり決まっている。前日のベルトを守るか泉田潤、がっちりと決まりました。フェイスロック、トップロープ、いやサードロープをつかみました。なんとか難を逃れた早草。泉田本田組、ジャイアントババナキアと最初のタイトル戦です。前日のベルトを守れるか、合体攻撃、後頭部から落ちました早草、新崎がカットです。大の字になっている早草、さあ新崎がダブルの攻撃だ、早草を、そして新崎をマットに沈めるか本田泉田組。泉田がセカンドロープ、赤コーナーのトップコーナーに立ちました。さあタモンが抑えてヘッドバット、ヘッドバット落とした、隕石落下、片指だ、カウント2。泉田本田にも意地があれば、人生早草にも前日のベルトを取る意地がある。ジャイアント馬場が与えた最後のチャンス、そのチャンスをものにすることができるか、早草が人生にタッチ、リベンジマッチ人生。チョップを落としました、しかしこの硬い頭、ヘッドバットだ、さあ足を捉えた人生、マンダラひねり、前日のベルトを取るか、さあそしてこの体勢、極楽がためだ、馬場が与えた最後のチャンス、そのチャンスをこの人生、そして早草、ものにできるか。本田タモンがヘッドバット、しかし動じません。先月の戦いではこの本田のヘッドバットで新崎人生の額が割れました。前日の青いマットが血に染まってからリベンジを要求、そして今宵のこのリベンジマッチとなっているわけであります。さあ泉田が膝をついて本田にタッチです。本田タモンが入ってまいります。ゆっくりと左足、そして両足、リングの中に入ってきた本田タモン、前日の、そして力道山も馬場を巻いたベルトを守る意地、ぐるっと回って新崎が早草にタッチだ。さあ伺っている早草、トップロープからいった、さあ固めた、カバーだ、ツーカウント、ベルトまであと1秒、さあ早草のペースだ、ニュートラルコーナー何を持ってくる、トップコーナーから、おっとこれはよく見ていた本田、ラリアット、前日のラリアット、本田のラリアット、ベルトは守らねばならぬ王者の意地、おっと1回転、足からいった早草、持ちこたえている、ネイルキック、早草が人生にタッチ、
タッチは成立しています。新崎、試合の権利は新崎人生。ミサイルキック命中。片指に固めます新崎。ジャイアント馬場をお釈迦様と仰ぎ、天竺と位置づける全日本プロレスのマットに上がりました。あの 5.1 東京ドームでは馬場に拝み渡りを刊行、徳島では夢のタッグを組みました。しかしその馬場はもうこの世にはいません。恩返しができるか新崎人生、またも捕まっている。ホンダのジャーマン投げ捨て、固めにいったホンダタモン、カウント2。ベルトを守るホンダ泉田組、人生はやぶさ攻め切ることができるか。さあ、はやぶさに対して泉田が行きました。試合の権利は人生とホンダです。 1.16 の再来となるか。ジャーマン、ホンダタモンのジャーマン投げっぱなし、ふらついてきた。新崎の足がふらついてきた。はやぶさはリングの下だ。またもこれを食らった。新崎人生後頭部から落ちて、はやぶさ間に合った。はやぶさが間に合いました。必要なこのホンダのジャーマン、新崎が2カウントでしのぎました。さあ、後楽園ホール湧いてまいりました。全日のベルトを守れるか、もぎ取ることができるか。泉田ホンダ組、新崎人生はやぶさ組、あっと、はやぶさのキックが命中。リンで回し蹴り、思わぬところから新崎の足が振ってきた。ふらついている。王者、全日の王者ホンダがふらついている。前から落ちた大の字だ。しかし人生も大の字、頂点に達する、沸点に達する両者。先に立ち上がるのはどちらだ。全日の王者ホンダタモンか、はやぶさとタッグを組む道のくプロレスの新崎人生か。人生が膝をつきました。 FMW はやぶさにタッチ、他団体にベルトを持っていくのか。ギロチンを落としたはやぶさ、エルボーでまず泉田。さあ、リングの中にいるふらついているホンダタモン、距離を測る、ラリアットかわした。さあ、どうする。ブレンバスターの体勢、ファルコンアロー、どうだ。2カウント。全日のベルト渡してはならないホンダタモン。さあ、青コーナー付近だ。ボディスラムから後ろを向いたままトップコーナーに上がった。フェニックススプラッシュ、はやぶさが不死鳥となった。泉田カット、持てる技を全て出し尽くしましたはやぶさ。さあ、そして青コーナーに登った新崎人生、さあ、そのまま行った。ホンダのショルダーにヘッドを落とした。完全に挑戦者組のペースだ。ベルトが流出してしまうのか。ホンダをボディスラム。さあ新崎が行くのか。リベンジマッチ、全日のベルトをもぎ取るか。新崎人生拝んだ馬場に届けこの願い。ダイビングヘッドバット、落とした。カウント3。全日のベルト他団体流出、王者の魂が宿ったベルトを新崎人生はやぶさが受け継ぎました。インディーの選手に全日のベルトが渡ったのは初めてのことであります。